はい、こんにちは、ずいふうさんです。今日は松本伊代さんの運勢を見ていきたいと思います。この間ね、ちょこっとこう見たんですけども、踏切事件で、ね、ひろみさんがもうママはいいからって、もういいよママは仕事しなくてもいいからって家にいなさいみたいなね、こと言ってたもんですからね、それを思い出して、いや果たしてそういう運勢してるのかなと、もう一回見てみようということでね、出してみました。パッと出した瞬間、家にいてはいけない人なんですねと、ね、いうことで、ね、ハードアスペクトだとストレスたまる、ソフトアスペクトだとストレスたまらない、ね、単純にそういうことなんですけども、家庭を示す月、これがね、見事な T クロス、月土星豪、ね、木星スクエア、ね、天王星冥王星豪とオポジション、ね、海王星とトライン、金星とトラインという配置ですよね。だからこの激しい T クロス、しかもね、この天王星冥王星ってなんて呼ばれてるかっていうと、エガちゃん、エガシラ2時50分って言われてますんで要はエガちゃんの絶好調の時がね、あ、エガちゃんが家にいる、どうなりますって話ですよね。まあ、ひろみさんはそれを面白いと思ってね、結婚されたということなんですけども、エガちゃん四六時中家でやってなきゃなんないっていうのは、これきつい話で、ストレスもやっぱりたまりますよね。で、まあプライベートでね、早見優さん遊びに行こうよって、優ちゃんって言ってね、うん、で遊びに行く、そしてまあ線路で写真撮ろうって言って、まあちょっとぐらい入っていいよって言って、もう入ったらね、書類送検10室木星なんですけども、その激しい、その T クロスっていうのは9室と3室ね、月が9室で、まあ、反対の天王星、冥王星が3室、ね、そして火星も3室に入っております。ですのでね、まあ、路上で何か起こる、ね、路上で絡まれるとかね、あの路上で。まあ、3室にね、いろいろある人はね、書類送検されたり、いろいろね、一歩外に出たら大変なことに遭うというようなね、ことで、もともとなんでそうなるかっていうと、松本伊代さんのね、もうすざまじいほどの知的好奇心、ね、これものすごいんで、もう人よりね、ものすごい好奇心ある方なんで、体験型旅行みたいなね、うん、だから普通のんびりする旅行とかね、いろいろこう動機はありますけど、松本伊代さんの場合はもう体験式、ね、非常に冒険、アドベンチャーみたいなね、気分で行くと思いますので、それはもうね、スリルも求めますから、リスクも伴うということになるわけですね。ホットンクラブ行きたい、みたいな、やめようよね、ひろみさんがやめようよ、イオちゃんって言って、俺もさすがに暴走だったけど、黒人のあんなのに絡まれたら、ちょっとイオちゃん勝てねえよ。大丈夫よヒロミさんって言って連れて行くのかもしれません。ですからまあね、プライベートで、だからまあこれだけの月っていうとね、かなりハードになるし、もう大騒ぎになって江頭2時50分みたいなね、ことですから、もう大騒ぎになってしまう、ね、それに比べて水星なんですね。水星がまあ天王星、冥王星と、ゴーと、セクスタイルということでね。で、金星なんかも穏やかで、ね、グランドトライン、ね、蟹座の月な、金星、水星なんですけどね。非常に金星なんかグランドトラインで穏やか。ね、海王星トライン、ね、土星月ゴーとトラインと。いうことですから、楽しみ事とか、ね、金星という楽しみ事、それを趣味とか、
あるいはその彗星という仕事をしているときにはね、もう非常にストレスたまんないと、ね、いうことなんですよね。ですからまあ太陽はね、あの火星とスクエア、ね、志を持ってみたいなね、仕事の内容だったらもう戦いみたいになる、なるんだけど、ストレスたまるんだけど、彗星でね頼まれるね、センチメンタルジャーニーを歌ってましたね。イオはまだ16だから、え、16みたいなね、ああいう仕事ならいいわけです、ね、志とかいらない。でも武田鉄矢さんみたいにね、もう坂本龍馬やりたいみたいなね、生姜ドラマみたいな坂本龍馬ね、なんとしても僕はやりたい、坂本龍馬役やりたいんだって言ってね、大河ドラマでやりたいんだ、ね、で生姜ドラマ作って、生姜ドラマで、あのついに来たかって言ってね、やってるわけですけどね。まあ武田鉄矢さんなんかも非常に 太陽なんか強烈なんでね、もう自分のもうこの志ね、脱藩じゃーみたいなの志は強いんですからね、まあああいう役者さんになるんだけど、ね、松本伊代さんの場合そうではなくて、頼まれた仕事、ね、そういったことでやっていくっていうとね、あのバラエティだったりとか、ね、旅番組だったりとかね、そういうのならね、まあ、非常にこういいと、うん、気晴らしになると。ですからまあ仕事やってた方がいい人なんだなってね、やっぱ思いますよね。仕事やった方がストレスないのかなと。これ家でね、もうひろみさんの言うようにね、いおちゃんはもう仕事しなくていいからって、家にいなさいって言われたらもっと大変なことになるね。江頭2時50分大暴れみたいなね、家で息子のりょうくんが多分ね知ってると思います。お母さんは強烈だわみたいな、ね、月の部分は外から見えませんので、ね、ひろみさんはでもそれが多分好きなんだと思います。その大騒ぎがね、江頭2時50分家にいるっていいじゃないの、面白いじゃないのみたいなね、あのそんな見方だと思います。でまあ太陽火星ねスクエアなんで、旦那は元暴走です、ね、八王子連合、ね、総長みたいなね、大暴れしてましたみたいなね、まあ今でもひろみさん大暴れしてますけどね、まあ太陽火星スクエアっていうね、もうやんちゃな人をやっぱり店主にもらうっていう、そういう特徴ありますね。まあ、スポーツ選手だったり暴走だったり、あの元気のいい旦那さんっていうね、それがまあ男性の好みということですよね。でまあ7室の支配性がヤギ座で、7室のカスプがヤギ座で、9室土星になります。ですからまあいろんなことを知ってて教えてくれる、まあひろみさんある意味いろんなこと、学歴はないけどもある意味いろんなこと知ってるっていうかね、家リフォームしたりね、いろんなことしている、知っている、ね、暴走の世界だったりね、宇梶剛がどれだけ怖いかってこと知ってね、他のやつ全部タメ口なのに、あの宇梶剛だけはもう敬語だっていうね、ブラックエンペラーってどのくらいのものか知ってるみたいなね、まあそういういろんなこと知ってる、ね、そういう、まあヒロミさんだからまあ結婚したんだと、ね、いうことですんでね、まあ、この知的好奇心、満たすためにね、うん、まあ、仕事でいろんなところ行ったりとかね、するのがこれから一番いいのかなって思いました。そしてね、まあ、この太陽水星金星ってね、全部12室なんですよね。実はね、どんな風に仕事をやるか、ね、浜小的にやる、浜田省吾さんね、12室太陽12室太陽だとサングラス外さないんだなみたいな、あの撮ったところ映されたら発狂しましたよね、浜田省吾さんね、奥さんとね、一緒に腕組んで目がね、サングラス撮って歩いてるところね、どっかフォーカスとかフライデーかどっかに撮られて、ね、それ載せられたらもう劣化のごとく怒ってね、いましたけども、秘密にしたい、ね、で浜田省吾さんは決してテレビには出ない、ね、隠れている、ということになるとね、
何か松本伊代さんの場合プロデュース業だったりとかね、プロデュースしたりとか、なんか脚本書いたりとかね、陰で何か支えるような仕事っていうのもやるかもしれない。本田梨沙さんなんかね、向こうの九州の方で、引退してから、スタジオやってると、ね、スタジオでタレント養成みたいなね、ことをやってる、まあ、そのままね、あのタレントアイドルやってればよかったじゃないかっていうことですけどね、あまりにもストーカーされて、あの家にも部屋にまで入ってきたっていうことでね、ああもうダメだと、もう九州帰ろうということでね、九州でやってる、ラジオとかやってるらしいですけどね、うん、ですんで、ああ中二室かなみたいなね、こと思ったんですけども、伊代さんもこれからそういう、まあラジオかな、ラジオとか姿を見せない、ね、浜田省吾的な、浜省的なね、仕事ということに、ね、なってくるのかなって思いました。まあそういったことでね、うん、なるほど、うん、ひろみさんはそう言うけど、ね、仕事しなくていいって言うけど仕事した方がいいんだって、思いました、ね、ただこれはまあ思いついたことなんで、まあ思いついたことをいつもね、占っておりますのでね、でまあ子供運は五室海王星でりょうくんということで、俳優にした方がいいですよね。だからやっぱり社会通念上ね、もうダメだと、りょうね、りょうくんはもうしっかり大学行って、いい大学行って、そしてね、いいところに勤めてっていうと多分ねおかしなことになっちゃう。ですから、あ、俳優やりたいんだよってお母さんね、じゃあいいよと、うん、言ってやらせたのはもう正解だと思いますね。ですから、あ、りょうさん、子供は芸術やった方がいい、ね、芸術的な子供ですよという意味なんでね、うん、よろしいのかなと思います、ね、そして重質木星、まあ、友達に恵まれるけど、そのイオちゃんのアドベンチャーに付き合ってるとね、あの早見優さんとか一緒に捕まったりしますんでね、あの覚悟していった方がいいと思います、書類を送検されないように、アドベンチャーに、ね、出かけるぞということで、まあもう一回捕まったから、 T クロスってね一回諦めたんだけどね、早見優さんともうそれやって以来しばらくは絶交してどっか行かなくなるんだけど、またね久しぶりって電話してね、もうそれ捕まったこと忘れてね、また早見優さんもね、あ、じゃあ今度どっか行こうよって言ってね、行ったところまたとんでもないことになっちゃいましたみたいなねことなんでね、プライベートではエガちゃんですから、エガちゃんをね、もう野放しにしたらどうなるかっていう話ですよね。ですんでね、まあ、これからもね、まあ、そういうところ気をつけながらってことだと思います、ね、ハードアスペクトっていうところをねうまく消化しながらねやっていくということで頑張ってもらいたいと思います。とにかく仕事してくださいはい、ということで、チャンネル登録&高評価よろしくお願いいたします。それではまた、さよなら。